ジョーリス・ホセ・チャシー・モリーナは、ベネズエラのスリア州マラカイボ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のコロラド・ロッキーズ所属。愛称は、マキーナ、マキナで由来は、チャシー・マシー・マシーンのスペイン語表記。マキナ発音のみの綴り、マキナと派生した。名付け親は、ロッキーズ時代の同僚らである。姓は発音指示によると、ヨーリース・チャシーンで、 英語圏でもスペイン語読みのままとなっている。英語読みでは、精神となる。なお、ハトコに、元メジャーリーガーのグスタボチャシーンがいるが、彼は、シェイシーとされている。コロラドロッキーズ時代2004年に、アマチュアフリーエージェントで、コロラドロッキーズと契約して、プロ入り。2009年7月24日の、ワシントンナショナルズ戦で、メジャーデビューを果たした。2010年は、 トリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスで開幕を迎えたが、後にメジャー昇格すると最終的に9勝を挙げた。2011年は6月までに8勝するなど、好調だったが、7月以降は失速して11勝、止まりだった。2012年は右肩の故障で3ヶ月以上離脱し、8月21日にようやくシーズン初勝利を挙げた。 2013年開幕前の3月に開催された第3回ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。2014年は肩の痛みで出遅れ5月4日に初登板。しかし肩の回線筋痛で6月28日が最終登板となりシーズンを終える。2015年3月22日に自由契約となった。2015年4月14日に クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。6月18日に契約発起条項を行使し、自由契約となった。2015年6月19日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。8月24日にメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。オフの11月6日に40人枠から外れ、FA となった。 2016年1月7日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加した。開幕ロースター入りはならなかったが、4月12日にメジャー契約を結び、同日のナショナルズ戦に先発登板した。2016年5月11日にアダム・マクリーリーとのトレードでロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。この年は、 ブレイブスとの2球団合計で34試合に、登板して6勝8敗、防御率4.81、119奪三振を記録した。2016年12月20日にサンディエゴパドレスと年俸175万ドルで1年契約を結んだ。2017年開幕前の2月8日に第4回、WBC のベネズエラ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。 シーズンでは、開幕投手を務めるなど32試合に先発。13勝10敗、18013投球回と4年ぶりの2桁勝利、規定投球回到達を達成。防御率も3.89と、前年から良化させた。オフの11月2日に、FA となった。ミルウォーキーブルワーズ時代2017年12月21日に、 ミルウォーキーブルワーズと2年1550万ドルで契約を結んだ。迎えた2018年シーズンはリーグ最多の35試合先発で自己最多かつチーム唯一の2桁勝利となる15勝を挙げ防御率3.50、192.2インニング、ホイップ1.16とエース格としての活躍を見せた。2019年8月24日にリーフとなり、 26日に自由契約となった。2019年8月31日に、ボストン・レッドソックスとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級、ポータケット・レッドソックスへ配属された。翌日の9月1日に、メジャー契約を結んで、アクティブ・ロースター入りした。オフの10月31日に、FA となった。2020年2月1日に、ミネソタ・ツインズとマイナー契約を結んで、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、翌3日に正式公示された。7月19日に自由契約となった。その後、7月21日にブレイブスとメジャー契約を結んだ。8月1日にディーフとなり、3日にマイナー契約となった。オフに FA となった。2021年1月にニューヨークヤンキースと マイナー契約を結んだが3月29日に自ら対談を要求しそれが受理されて FA となるその後31日に古巣のロッキーズとメジャー契約を結んだ2021年1月にアメリカ市民権を取得しているありがとうございます